バナト。バナトまたは、バナート、ボノットは、中央ヨーロッパの地理的、歴史的地域。現在は、東部を、ルーマニア、西部をセルビア、わずかに北部をハンガリーが領有している。バナトは、パンノニア平原の一部をなす。南は、ドーナウ川、西は、ティサ川、北は、ムレジュ川、東は、南カルパチア山脈が境となる。歴史的な首都は、 ティミシュアラ、ゲンルーマニア、ティミシュ県である。バナトとは、バンが治める、辺境地方を意味する。バンとは、スラブ語発祥の言葉で、京、知事、福王といった意味である。バナトを訳すれば、県となる。1920年代から1930年代の、ユーゴスラビア王国はいくつかのバノビナ、州からなっていた。ゼタ、ドリナ、サバ、モラバなどである。 中世のハンガリー王国には数箇所のバナトがあった。ダルマチア、スラボニア、ボスニア、クロアチアといったバナトであった。これらはヨーロッパでのタイトルコ戦争の過程で消滅した。しかし、バナトという言葉が特に正しがきなしに用いられる場合、それはテメシュバールヌバナトを意味する。この地方はバンによって支配されたことはなかったにも、かかわらず、 1718年のパッサロビッツ条約以後、奇妙にもこの故障を獲得したのだった。バナトには、セルビア人、ルーマニア人、ハンガリー人、ロマ人、ドイツ人、14世紀にトルコによって移住させられた南スラブ系の人々、民族的にはクロアチア人とされるスロバキア人、バナトブルガリア人、カトリック教徒、 オスマン帝国の迫害を逃れ、ハプスブルク領バナトへ18世紀に移住してきた、チェコ人など数多くの民族が小集団で暮らしている。バナトに住む者は、バナト人と呼ばれる。バナトの名は、この地域で話される言語で、同じように表される。ルーマニア語では、バナト、セルビア語で、バナト、ハンガリー語で、バーナート、BN、トン、または、バーンシャーグ、BNS。 ドイツ語では、バナート、トルコ語でバナート、スロバキア語でバナート、ボノット、バナートブルガリア語でバナート、ボノット、標準ブルガリア語でバナートとなる。現在のバナートの最初に知られた住民は、サルマタイ族の分子である。山岳国境地帯の一帯は、ダキアの一部であった。地域での力の均衡は、ローマ皇帝、トラヤノスの対、ダキア人遠征で変わった。バナトは、 ローマ支配下となり、以来俗州、ダキアと帝国の他州との間をつなぐ重要な土地となった。ローマ支配は、この地域への目立った、ローマ人植民にはならなかった。彼らは、わずかな防衛拠点を作ったが、移住はしなかった。この結果、ダルマチアのバナと支配が固定される結果となり、ダルマチアは、ローマの同盟者とされた。150人以上のローマ支配を、皇帝、 アウレリアヌスは、ダキアから退却した。一帯は、サルマ隊の手に落ち、後に、ダキアを手中に収めた、コート族のものとなった。コート族は、京のバナトの北西部にあたるカルパチア盆地に、本拠地を置いた、フン族によって追い立てられた。アッティラの死後、フン族の帝国は瓦解し、かつてフン族に従属していた、ゲピド族が、カルパチア盆地に新王国を築いた。 そしてわずか100年後にはアバール人に打ちまかされた。アバール人の行政地点はバナトにも作られ、アバール人イコール東ローマ帝国戦争において重要な役割を担った。アバール人支配は9世紀のカール大帝遠征が行われるまで続いた。カルパチア盆地の東部は数十年後には第一次ブルガリア帝国の一部となった。今もアール人とゲピド族の住んでいた。 考古学的痕跡がここで見られ、旧世紀の半ばまで存在が見られた。さらにゲピド族の生き残りはここで長きにわたり生きていたようである。アバール人支配はカルパチアボンチェの相当な数のスラブ人移住を意味した。八百九十五年、エテルキョスで暮らしていたマジャル族が東ローマの同盟者として、東ローマイコールブルガリア帝国戦争に参戦。 ブルガリアを敗退させた。これによって、ブルガリアは、マジャル族の定住地を襲っていた、ペチェネグ族と同盟した。これが、マジャル族のカルパチア盆地征服、ハンガリー建国で知られる過程を招いた。これは、ブルガリア帝国が、ドナウ川北部領を失う結果となった。バナトはこの時からマジャル族支配下となり、1552年に、オスマン帝国がテメシュバールを、 行政中心地とするまで続いた。テメシュ川の地域は、マジャル族長の土地でなく、そして十世紀半ばから引く王国の統治が弱まり引く、地元豪族がさらに外国支配からの独立を追い求め始めた。その結果、カルパチア盆地の東部において、政教会の布教が行われ、東ローマの天礼が得られ始めた。これは、ハンガリー王国の創建と、 最後の地元豪族アイトニーを従属させた、イシュトバーン一世の国統一の努力を停止させることになった。14世紀、バナト地域は南部バナト国境が拡大するオスマン帝国に対する最重要の防御線となったため、他よりも最優先の地域となった。バナトは1552年にオスマン帝国へ併合され、トルコの州に当たるとなった。 継続するトルコの襲撃と結果としての破壊のため、もともとこの地で暮らしていた、ハンガリー人の多くが北部へ逃亡すか、殺された。代わりに、コンスタンティノープルの総主教に、忠実な正教会神徒である、セルビア人とブラフ人が移住してきた、正教会神徒はトルコに忠実とも見られていたため、16世紀以降、バナト地域は主に拉致人、セルビア人とブラフ人、 ルーマニア人が占めていた。一部の歴史文献によれば、ラスキア、ロシア、別の文献では、ワラキアと称した。1594年、バナトのセルビア人がトルコ支配に対して大規模な反乱を起こした。ルーマニア人も、この反乱に関係した。17世紀、バナトの一部が、オーストリアのハプスブルク君主国の一部となった。1716年に、 オード戦争が勃発すると、プリンツオイゲンが、バナトの残りをトルコから奪い取った。1718年のパッサロビッツ条約後、テメシュバールヌバナトの称号を得て、1751年まで、軍事境界戦火、軍政国境地帯のハプスブルク軍事国分離権のままに置かれた、軍政国境地帯に住む人は土地を耕す、農民であり、有事の際には、トルコと戦う、いわば、 トンデム兵であった。1751年、女帝マリア・テレジアが、軍政から民政へ移行した。テメシュバールのバナト県は1778年に廃止された。バナト南部地域は、1871年に、境界線が廃止されるまで軍政国境地帯、バナトライナに含まれたままだった。トルコ支配下では、バナトの一部は、戦火の都市付きのため人口密度が、 低く、さらに多くの地域はほとんど無人の湿地、荒野や森林であった。メルシー・ハク・クラウディウス、1666年から1734年は1720年にテメシュバールのバナト知事を任命され、バナトの再生のため数あまたの法令を採用した。ドナウ川とティサ川近くの湿地は一掃され、道路と運河が多額の出費で建設され、ドイツ人職人とその大住者らが、 地区の植民、農業、貿易促進に引き付けられてやってきた。女帝マリア・テレジアもバナトに多大な関心を持っていた。彼女は多くのドイツ人、オザク・ミノリラを植民させ、国内の工業生産開拓を後押しし、メルシー博によって導入された法令を発展させた。シュワーベン、アルザス、バイエルン、オーストリアからドイツ人移住者がやってきた。 東部バナトの移住者の多くはほとんどドイツ人であった。バナトに住む民族的ドイツ人はドナウシュバーベン人として知られる。ドナウシュバーベン人のうちの一部にはフランス語を母語とする者、または独語フッツ語の話者が混在して暮らすロレヌ地方出身の者がおり、数世代にわたってフランス語そして特別な民族アイデンティティを維持し続けた。あとにバナトフランス人。 フランセーズ・デュ・バナト、フライズ・デュ・ボノットとして反乱を起こした。ハンガリー人は長い植民時代の後、バナトに根を下ろすことを許されなかった。1779年、バナト地域はハプスブルク領ハンガリー王国へ並行され、トロンタール、デメス、クラスーの三つの県が創設された。1848年、バナト西部はハプスブルク君主国に含まれる。 セルビアの州、セルビア・ボイボディナ、セルビーン・ボイバディナの一部となった。1848年革命の間、バナトは、セルビア・ボイボディナのセルビア軍と、ハンガリー王国軍とにそれぞれ占領された。その日付は、バナト人に対するセルビア国粋主義の拡大の始まりとなった。1848年から1849年革命の後、スレムとバチュカと共に、 バナトは、オーストリアイコール、ハンガリー帝国から分離されたの直轄王領として知られるようになった。しかし1860年、この制度は廃止され、再度帝国に併合された。1871年の後、かつての軍事境界線があった、バナト南部は民政へ入り、他のバナトの県と併合された。クラスート書類には1881年に、 ハンガリー王国の行政権と統合された。1918年10月、ティミショアラでの建国が宣言され、ハンガリー政府は独立を承認した。しかし、短命に終わった。ちょうど2週間後、セルビア王国軍がバナト共和国へ進行、共和国は終わりを告げた。1918年と1919 19年、バナトの大部分が、 ルーマニア王国の一部となった、クラスーイコール諸類に全土、テメシュの2、3、そしてトロンタールのわずかな部分。南西部、トロンタールの大半、そしてテメシュの1、3は新たにできた、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国、後のユーゴスラビア王国の一部となった。セゲド近郊のわずかな地域は、新独立国家ハンガリーに含まれた。 これらの国境は1919 19年のベルサイユ条約と1920年のトリアノン条約で確定された。バナトの領土は現在、ルーマニア、ティミシュ県、カラシュイコールセベリン県、アラド県、メヘリンチ県、セルビア、ボイボリナジ治州とベオグラード、ハンガリー、チョングラード県とに分けられている。1938年、ルーマニア領バナトを取り巻く。 ティミシュイコールトロンタル県、カラシュ県、セベリン県、アラド県、フネドアラ県が一つになって、ティヌットゥルティミシュ県となった。1950年9月6日、県はティミシュアラ州にとって変わった、現在のティミシュ県とカラシュイコールセベリン県とを合わせたもの。1956年、実存するアラド州の南半分がティミシュアラ州へ併合された。 1960年12月、ティミシュアラ州はバナト州へ改名した。1968年2月17日、新たな州分割がなされ、現在のティミシュ県、カラ州イコールセベリン県、アラド県が生まれた。1998年以降、ルーマニアは8つの開発州へ分離された。これは、地方自治分割のためである。ベスト州は4つの県からなる。 アラド県、ティミシュ県、フネドアラ県、カラシュイコールセベリン県である。これらは、ほとんど1929年のティミシュ県と同じ、境界である。ベストシューワノの一部である。少数派ハンガリー人は総人口の5.6%で、ある。ルーマニア領花とは、南部と南東が山地で、北と西そして南西は平坦であり、一部湿地が、見られる。 湿地を除けば気候は概して健康的である。小麦、大麦、煙幕、雷麦、トウモロコシ、アマ、アサ、タバコが大量に生産され、ブドウ園で作られるワインは高品質である。量の獲物は豊富で、皮は、魚で溢れている。鉱物資源も豊かで、銅、鈴、鉛、亜鉛、鉄そして特に石炭が含まれている。 数多くの光線に囲まれて、最も重要なのは、メファハニアの光線である。ローマ時代からテルマエヘルクリス、ルーマニア語で、ですでに知られる、洋室の水である。現在のルーマニア領バナトには、歴史的なパンノニア平原のバナトに含まれない産地の一帯が一部含まれている。セルビア領、バナト、西バナトともは、セルビアボイボディナ、 1848年から1849年、そしてセルビアボイボディナを呼びたミシュバナと、1849年から1860年の一部となった。1860年から後、セルビア領バナとは、ハンガリー王国のトロンタールとテメシュの各県に分けられた。トロンタール県の中心には、現在のズレニャ人、ベリキベチュケレクがあった。セルビア領バナとは、 1918年から1922年のアイダセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国の県であった。1918年から1919 19年は、県はバナトバチュカバラニャ州の一部であった。1922年から1929年は、ベオグラード州とポドゥナブリー州とに分割されていた。1929年、 バナトの大部分が、ユーゴスラビア王国のドナウ州に併合され、パンチェボ氏はベオグラード自治州に併合された。1941年から1944年、セルビア領バナトは第二次世界大戦の枢軸国軍に占領された。正式にはセルビア領であったが、実際には事実上少数派ドイツ人が治める分離された州であった。 1945年以後、バチュカ、スレムと共に、セルビア領バナとは、セルビア社会主義共和国のボイボディナ社会主義実習の一部となった。セルビアは、当初、連邦国家ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国であったが、その後ユーゴスラビア連邦共和国、セルビアモンテネグロを経て、2006年より、独立国家セルビア共和国となっている。セルビアでは、 バナトは、ほとんどが平野である。小麦、大麦、カラス麦、ライ麦、トウモロコシ、アサ、ヒマワリが育てられている。鉱物資源は、原油、天然ガスがある。セルビア領バナトの観光地は、広大な砂地が広がるである。そこには少数派のハンガリー人が多く住み、人口の10.21%を占めている。バナトにあるセルビアの群は、以下の通りである。 セルビア領バナトには、として知られ、基礎自治体ベオグラードに属するパリルラも含まれる。ハンガリー領バナトは、バナト全体から見るとわずかな北部からなっており、チョングラード県に含まれる。大多数を占めるハンガリー人に加え、少数派のセルビア人が暮らす。1660年1666年、1660年1666年,16年、セルビア人は、 平坦なバナト西部で暮らしており、ルーマニア人は山がちな東部に暮らしていた。1743年1753年、1743年1753年,17年、バナトの民族構成は以下のようになっていた。1774年、1774年のデータによると、テメシュバールのバナトの人口は37万5740人で、構成は 以下のようであった。1900年、1900年、バナトの人口は143万1329人であった。1910年、1910年の調査によると、バナト地域、トロンタール、レメシュ、クラスソイコール書類2の人口は158万2133人であった。10、1910年の調査では、ルーマニア領、 バナト人口には52.6%のルーマニア人、25.6%のドイツ人、12.2%のハンガリー人、4.9%のセルビア人が含まれていた。一方、セルビア領、バナト人口には40.53%のセルビア人、22.14%のドイツ人、19.18%のハンガリー人、 12.94%のルーマニア人、2.86%のスロバキア人が含まれていた。セルビアでは第二次世界大戦後にバナトからドイツ系のほとんどが亡命するか追放された。ルーマニアでは経済的理由からほとんどのドイツ系の人々が1989年以降に国外へ移住していった。バナトの年ごとの歴史的な人口推移を表した表である。 ルーマニア領バナトでの歴史的な人口推移、ティミシュケン、とカラシュイコールセベリン県ンは以下のようになる。バナトの伝統的な紋章の象徴となっているのはライオンである。ライオンは現在でもとボイボディナの紋章に使用されている。カッコ内は人口楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。